皆さんこんばんは。サップノア店の店長みーちゃんです。今回はスペシャルなゲストをお呼びしての実践動画となっておりますので、必ず最後までご覧ください。まずはいつも通り明日の営業に関するご案内です。明日5月26日は通常通り10時開店となります。入場方法につきましては、当店のブログ、ツイッターアカウントからご確認ください。整列スペースの関係上、300名様で整理券の配布は終了させていただきます。引き続き感染症対策といたしまして、マスクの着用、スタッフによる検温のクリアをされたお客様にのみ整理券を配布させていただきますので、あらかじめご了承くださいませ。皆さんこんにちは。サップノア店アルパカです。さて、本日も実践企画を行っていくのですが、急遽この方に来ていただきました。どうぞ。どうも、レバーを叩けばブラックアウト、いつも心にサナダンス、バシティビナ部長先生です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。いやー、本当今日はちょっと来れて光栄ですよ。このサップチャンネル、ご存知なんですか？いや、僕見てましたよ。あのヨッシーさんが絆2で246の設定カンパやったじゃないですか。もうバシーって決めてて、もう僕もね、あんなかっこよくちょっと出たいなと思いまして、ちょっと今日念願ですよ。よかったです。ありがとうございます。呼んでいただきありがとうございます。ありがとうございます。あの、僕思ったことがありまして、はい、明日って何日かって覚えてます？5月の26日ですね。ですよね、はい、5月の26、五十郎の日じゃないですか。五十郎の日といえば政宗です。そう、政宗3なんですよ。で、僕も、まあ、見ての通り、もう分かります。もう何をしようとしに来てるか。あのサナダンスというものを、はい、僕ちょっとずっと完コピみたいなのでね、踊ってるんですけれども、それをちょっと踊る気満々できたんで、いやー、政宗3で、はい、ちょっと僕企画やってみたかったんですよ。なんかドラマ対決とか、はい、どうですか？あ、やりますか。やっちゃいますか。じゃあ今回の企画は政宗3雪村決戦獲得出玉対決。わっしょーい、バゴードローパじゃあ、打ってきます。やばいです。あどうよ。
はい、ということでアルパカさんが155枚と、もう僕は負けるはずがないと思っている皆さん安心してください。完走させますんで頑張ります。そしてサナダース見せますんで、いきますよ、お願いします。でこの台ですね、 88% でこの ST がループしていきます。で基本的に全設定共通で AT 獲得枚数1000枚ということなので、アルパカさんさっき155枚だったので、僕はねもう絶対に2000枚出ますよ。でちなみに今三日月目で 50% なんですよ。で右から押していただいて、右に7を狙っていただいて、ベル、スイカ、チェリーがここに止まりましたら1角になります。でこれはですね、あの内部的に1セット目は必ず保証があるんで、その保証で7が揃ってます。とりあえず50枚で、ここからですね、正宗ボーナス、これ正宗ボーナス始まるんですけれども、ここ今引きましたね、三日月目引くとここのポイントがたまります。でここレア役強チェリーだと小十郎助立ちが 25% ですね。ここに見えないかもしれないんですけど、火が6つたまるんですね。6個たまると炎上戦となっております。で6個目の時は必ずチャンスになりますんで、でここを押していただくと、この色でこの秀吉ポイントのたまった示唆をしてくれてます。で僕はお2個、これいいシナリオが選ばれる可能性あります。三日月目 100%、 そして三日月目 50%、 三日月目大チャンス、ここで三日月目の方がいいんです。なんでここが揃わないで、惜しい、よし揃わない、よし右リール7億狙って、もうベル、スイカ、チェリー、これ、ね、いやもうあれですね、その前に保証で揃ってましたね、多分保証が2個以上あったんですね。はい、3戦目ですね、来た、来ました、3戦目で3つ、今チャンスアップが出てたんで3つ目です。来い、あーちょっと弱いな、ちょっと弱い、来た、はい、ジャックチェリーでも抽選してます。チャンス、これジャックチェリーで取ってるんじゃないですかね、約6割ぐらいあります。取りました、三日月目も取りました、 50% です。ここでスイカか、スイカ、スイカでも抽選します。さすがにこれはもう熱っ、熱っ、こんな熱いな、かっこいい、この演出初めて見ました、めちゃめちゃかっこいいですね。これはちょっと待ってください、お、こっちの三日月目の 33% の方で撮ってました、ごめんなさい、目押しミスです。そういう時もあります。もう一個出てこい、あーもう一個出てこなかったね、 33% 片方だけ成功って感じですね。まあまあまあ、はい、でここからですね、炎上戦です。はい、でここは必ず2個以上出てきます、3個、うわー2個、ただいいのが出てくるんで、よし、三日月目で 33% 弱いな、三日月目で 33% 取りましょう、取りましょう、いや三日月目16分の1ですから、16分の1、うわー違う、どうしてもサナダンスを踊らせたい、踊ってほしいんだ俺は。 OK 揃っちゃいましたね、はい、次の炎上戦まで持ち越しです、安心してください。おっ、これ 50% できますから、 50% で赤になれば行く、いやもったいねー、ういよ長い、よし、いやこれ危ない、でこれでも 33% ういよ、よし、外れても2回目の 33% の抽選は受けられます。後期2回、いやさすがに取ってほしい、緑取ってほしいよ、 33% は OK、 33% 3回は大丈夫だよね、さすがに 33% 3回は大丈夫だから、ほら嘘でしょ、 33% 3回外したの俺、気持ちいい、いや頼むよ、ちょっと待ってください、いやもう僕はもう順押しなんで、男が黙って順押しなんで決めますよ、ベルが揃えば勝ち、はい、はい、おい、あでもこの画面出ましたけど、結果
28枚しょぼいすいません、何も見せられませんでした、すいません。はい、実践終了、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。ということで、はい、結果発表。はい、私155枚、そして部長先生348枚ということで、部長先生の勝利。ありがとうございます。ありがとうございます。いやでもいいんですか、348枚ですよ僕期待枚数1000枚って言ってるんですけれども、大丈夫ですかね。世界最低記録みたいなすごいの樹立した気がします僕ちょっと僕考えまして、はい、もう全くもう勝ったんですけど見せ場がなかったので、これは僕がサナダンスを踊らさせていただきたいなと思っているんですけれども、よろしいでしょうかじゃあお願いします。わかりました、ありがとうございます。ちょっと見せ場ですね、ここからが見せ場です、皆さん必見ですよ、ここから見逃しちゃいけないですからね。はい、じゃあ行きましょうか。じゃあよろしくお願いします。お願いします。お願いします。Are you ready? Shall we dance? 始めよう。勝利の誓い上げる前に、Relax your body、深呼吸。ソースがだんだん高まるファッションファイブ。現在サップチャンネル登録者数は637名となっております。次の目標は777名。これからもファンの方に楽しんでいただける企画を検討しておりますので、よろしければグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。